ヤッホフラペチーノさん、ユウさん、ヒガナオさん、ミャンコ先生、ボヤッキーさん、ありがとう。今ね、朝ごはん作ってる途中なの。よいちさんありがとうね。朝ごはんサム、カツリンありがとう、ロニーさんハートありがとう、マリュテイカーさん、ブランチ、そうブランチ、ボヤッキーさん、ミワコ先生ありがとう。もちろんメールたくさん送る。しかもめちゃめちゃいい朝ごはんをね作ったから、作ってる途中だから、ちょっと今からあっち行ってくるけど、ちょっと待って。ね、どれどれ、よし、全然インスタストーリーじゃない。じゃあお昼ご飯ということで、モビさん、ナギちゃんありがとう、人生ほこりちゃん、エイちゃん、くにちゃん、ズーデスさん、なべさん、みんなお昼ご飯ガチ勢だから、こんな時間に朝ご飯食べてたら怒ってて面白い。戦う町良子さんありがとう。そう、私渾身のブランチ、トマトとモッツァレラチーズです。見えづら。トッチンさんありがとう、ツーデスさん、テイカーさん、ウッポさん、ミラボーヤッホー、絶対熱いと思う。カプレーゼ、カプレーゼラブ、ではいただきますね。朝にいいよね。ね、
った通り、そう、これにハマってるの。やばいの、ほんとドハマり。フライドエッグスいいね。トリガーさんズルです、ありがとう。カプカプー、超おいしい。でも私あの日食べたカプレーゼはもう忘れらんない。淡路島の手作りチーズ、美味しそう。手作りはさ絶対美味しいよ。ヤギさんかわいい、ありがとう。響さん、ケイタさん、修造さん、山崎パンさん、ありがとう。昨日はカラオケもありがとうございました。なんでカプレーゼってこんなに美味しいの。でもなんかちょっとカプレーゼに酔ってるところもある気がする。レモン汁も必要だわ。持ってない。あ、でも必要ないところは必要ない。レシピ見てる。小型ペンギンさん800回ありがとうございます。ルーサーさん200回ありがとうございます。佐藤直介さんハートありがとう。うん、ブランチだね。まあでもブランチって言ったら、いやもう昼だろうとか言ってくるなんかうるさい人たちがいるから、お昼ご飯ちょっとこう。マジレス。
夏向きなんだって、このモッツァレラ、ん、トマトとモッツァレラのカプレーゼ。バジルもあったらいいらしい。ヒヒさんありがとう、渡辺さんもありがとう。そう、なんかカプレーゼがずっとなんか最近美味しい美味しいって言ってるけど、なんか何が何でこんなに狂ったように私はカプレーゼ美味しい美味しいって言ってるんだろうってちょっと怖くなってきた。そうね、考えちゃダメだよね。うわ、カプチーノサングラスで素敵。サイゼレありそうじゃない。のんちゃんありがとう。平成天狗さん、あーさん、やっさん、きはさんありがとう。まあチーズとトマトやけそりゃうまいか。そうだよね、好きに理由なんてない、感じるのみ。溶けるのやだ、外出たくないな。モバメの返信めっちゃ読んでます。確かに旬の野菜を取ることがいいこと。確かに。福ちゃんち、スノーありがとう。ねえねえ、トマト、ミニトマトってさ、フルーツじゃないの？カプレーゼあるの？フルーツみたい。うーん、野菜なの？野菜の部類なの？うん、農林水産省が言うなら、そっか。サムありがとう。スノーも福ちゃんちもありがとう。フボムさんもありがとう。
スイカとメロンも野菜なのびっくり。あ、それはシナーさんマジで信じらんない。ねえねえ、お腹の中にいた記憶ってさ、ある人はあるんだね。私はないです。赤ちゃんの泣く理由みたいなのを大きくなった赤ちゃんに聞いたら、あれが嫌だったとか言えるんだって。朝ごはん完了。ニョッキンメルンさんありがとう。スノー、平成天狗さん、ポムさんありがとう。モッツァレラがちょっと余っちゃったから、またいつかの朝ごはんにする。私の一番古い記憶、わかんない。おばあちゃん家で、おばあちゃん家の記憶かな。ルチ君、ピーショッパーさん、ありがとう。あなた、ごちそうさまでした。じゃあちょっとチーズをちゃんと直してくるね。いた、水につけて保存する。そうなんや、ありがとう教えてくれて。じゃああれも水だったのか、袋の中に入ってるやつも水なんだ。ミキア君、マシャさん、ありがとう。大丈夫か、ありがとう。スノー、イシさん、ありがとう。卵焼きにチーズ、あ、絶対美味しいじゃん。おいしい。ヨッキンミルンさん、ありがとう。やばいね、もう家でやる準備始めようか。ニョッキーミルさん、ありがとう。
五三の写真、七五三、七五三の写真撮った時の記憶ないですね。マシャさん、ミキヤ君ありがとうでいいやす。キミルさんありがとうでいいやす。足の小指は絶対痛い、ぶつけたら痛いよね。卵焼きは甘い派です。私甘いのかふわふわで、めっちゃふわふわで、大根おろしが乗ってる。だし巻き卵が多い。 JT さんありがとう。だし巻き卵も美味しいよね。そう、だし巻き卵に大根おろしつけて食べるのが好き。スノーありがとう。目玉焼きは醤油か塩コショウやな。なんか普通に行きたいときはお醤油で、パンチが欲しいときは塩コショウ。美咲ちゃん、高千穂さんありがとう。ソース派？ソース分からん。マヨラー、マヨラーでもないかも。私はタルタルソースタルさんありがとう。100回見に来てくれてサムありがとう。ケチャップもかけてみたいけど、お水を卵と一緒に入れておくと良いの。へえ、良さげ。え、目玉焼きの卵は半熟派。ヨウくんありがとう。バラ、黄身は卵かけは白身を焼いてた。私は おかゆぐらいしか卵をあんまりあれしないの。そうなの。いいね。チキンラーメン美味しいよね。なんかさ、チキンラーメンってさ、たまにさ、めっちゃ食べたくなる。ポテトのケチャップ合うね。最高だね。
そろそろ終わろっかな。そろそろ終わろっかな。今よりも うん、そろそろ終わる時間ですね。私ベビースタも分かる。ナゲットのソース、なんだかんだバーベキュー美味しいけどマスタード派なんだよな。じゃあね、そう、島村行くんだ。昼休みはおしまい。お疲れ様。今日は公演よろしくお願いします。より良い時間にしていきましょうね皆さん。39位から佐藤直介さん、野呂介さん、柴さん、山崎パンさん、エイちゃん、ヒデブーさん、ナギちゃん、B ショッパンさん、テイカーさん、ヤギシャン、トリガーさん、トッシンさん、トトラー、渡辺さん、カゲさん、チャーさん、ヒガナオさん、モビさん、ナベさん、ノンちゃん、ヨーク、ホムさん、ヨイチさん、マリュさん、キハさん、クニちゃん、サム、オヤッキーさん、平成天狗さん、アーさん、ヒヒさん、ケイタさん、マシャさん、そして本日の秋元先生枠はニョッキンミルン先生です。ありがとうございます。スノー、人生方向にさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はズーデスさんでした。ズーデスさん、ありがとうございます。第2位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとうございます。そして第1位はカツリンさんでした。カツリンさん、ありがとうございます。ということで今日も私の配信を見てくださってありがとうございました。トトラファイト、ありがとう。頑張る。今日は公演頑張りたいと思います。行ってきます。皆さんも、皆さんのことも応援しています。それでは健やかに行きましょうね。7月最終日頑張りましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー、みんな健やかに頑張ってください。頑張りましょう。じゃあね、行ってきます。じゃ、劇場で。じゃあのー、あれ、じゃあのー。